この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ボートレースチケットショップ鹿島開設4周年記念、本日2日目を迎えました。今日はですか、BTS の T が来たんですよ、今日はね。そうですね。今日はなんか馬場さんが来てね、今日は T が来て、高橋君、BTS の。で、明日は C 場が来ますので。この大村ピックのことは、この BTS なんですよね。まあ、たまたまですけどね。いやー。ということは、あれですよ、ピットレポートになりたかったら B さんか T さんか S さんになりますね、これね。まあまあまあ、それ以外の方も可能なんですけどね。うまいこと、ここ BTS になってるって、ね、ボートレースチケットショップでしょ、はい、鹿島っていいとこですもんね。いいですね。好きなんですよ、鹿島行くの。山越えて大村が行けるんですよね。はいはいはい。いいとこですよね。ほんとね、祐徳稲荷神社とかもね。いや、いいですよね。有名ですからね。そうそうそう、うまいね。さあ、そんなこんなで、昨日初日を終えたわけなんですけども、はい、いや、荒れました。ここどこ大村でしょ、はい、いや、予想者泣かせといったら本当ね、これ買ってくれてる方に悪いんだけど、はい、ここまで荒れるのは僕記憶にないというか。そうですね、3連単満州は6本で、2連単も3本。いや、これすごいですよ、まあ、ね、でももちろんインから逃げたレースとかもあるけど、はい、この荒れ方がね、うん、ちょっと最近ないな。あ、でも荒れたっていうの配当もそうですけど、もう先行っちゃうと、うん、新田裕志が ね、妨害でも V 戦線から脱落、はい、これが一番僕にとってはショックでしたね。そうですね、まあね、優勝争い、そしてね、配当的にも波乱がね。そうで、まだね、来始めだからスタートがもうバラバラっていうのもあるし、ね、うん、はい、ゼロ対行く選手もちょっとなんか20、30だったりとか、ね、はい、ちょっとその辺もね、バラつくのもあったし、うんうん、僕まだ温水パイプの影響ではないとは思うんですよね、はいはい、まあ、レースで、まあ、進入乱れたしね、うん、ただ伸びる選手が攻めていって荒れたレースもあるんで、はい、ちょっとまあ今日もどうなるかちょっと微妙なんですけどね。ちょっと混戦模様は混戦模様かなと思いますね、うん、まあ、その荒れた要因っていうのはもう明確にはちょっとまだ分からない感じなんですね。はい、ね、ある方はパイプじゃないですけど、やっぱパイプじゃないと思うし、うん、番組もなんかちょっと侵入で見られる番組組んでたというのもあるし、はいはい、でもインから先にインから勝ったレースもあるから、そうです、ね、絶対とは言えないけど、ちょっとまだね、はい、なんとも言えないけど、一言では混戦、はい、のかな。そうでございますね。さあね、予選は3日間ということでね、2日目もどうなるのか、ぜひ皆様にも、注目していただきたいと思います。さあ、展望番組、長谷さんにはですね、本日2レースピックアップしていただきましたので、まずはこちらのフリップからご覧いただきましょう。さあ、長谷さん、今日の注目レーサーは村上亮選手です。注目ポイント、66からの反撃。いや、本当66でした。村上亮フライングや、ね、長い長い休み明けに来てね、はい、66、はい、でもこれ成績だけ見たらね、はい、あ、もう66か、フライング休み明けでなんかどうなのかなと思うけど、はい、昨日は2走ね、前半レースは2番手で走ってて、はい、一周2マーク回るときちょっとね、メタデーとぶつかってね、はい、それで6投になった、はい、で12レースは行こうと思ったら、はい、前の選手がキャビって振り込んだんで、それをね、避けたんですよね、はい、だから2走とももう展開なんですよね。なるほど、モーターが出てなくて66じゃなくて、はい、2走とも展開でも66だったっていうので、はい、でもね、船橋はね、これいいモーターなので、うん、はい、まあ、彼はね、まあ、ちょっと昨日レースしてないんで、なんとも言えないけど、自分の中では乗った感じ、はい、悪くないんですよね、はい、って言ってました。うん、というならば、今日ね、この5レース含めて2走で僕はね、はい、彼はもう連勝をもう狙えるようなぐらいなのかなと思ってて、はい、まずこの5レース、新入後手を選びました。はい、まずは巻き返したい村上選手、20丸でございます、はい、フォーカスなんですが、赤、青、黄色ということで。赤、青、黄色ですね。はい、つかみませんが。まあ、新入固定だしね、銀、はい、が有利、まあ、村上亮は大村の陰線が26連勝中、はい、もうこうね、前回来た時はね、はい、自己点が高くてもう6コースばっかりという、今回は陰に入ります、はい、じゃあ27連勝目指してもらいましょう、はい、でモーターはね、うん、斎藤選手が出てないと言ってました、はい、そして6号艇金子選手が出てないと言ってました、はい、5号艇白川選手もね、伸びきればいいけど、うん、手足関係とかね、引き波入った時はどうかなと言ってましたよね、はい、下田選手、これいいモーターですけど、はい、現時点では普通くらいかな、そんなに余裕がある足じゃないなと言ってましたね、はい、でもいい位置にいると思う、センター勢がね。そうですね、山内選手昨日メインまくりました、はい、スリット写真ね、スリットね、はい、1番2番が遅れたけど、うん、少し伸びる雰囲気もありましたね、はい、ペラ調整をやって前傾よりは良くなってるよと言いました、うん、なるほど、そので、まあ、考えれば村上選手の相手は、はい、フォーモーター島田選手、うん、そして昨日気配が良かったね、
山内選手、はい、1-3-4、1-4-3かなと思ったけど、はい、やっぱり3と4も両方とも攻めていきそうなので、ね、はい、そうなれば白髪選手もね、うん、やはりあの勝率持ってる選手だしね、そうですね、レースうまいしね、はい、ということはまあ無難にもう1から3、うん、4、5の2、3着で、はい、まあ、村上亮も反撃するし、うん、僕も反撃すると、はい、ということでお願いしますわかりました。ということで今日の注目レーサーは村上亮選手、第5レースをピックアップいただきまして、フォーカスは6点いただきました、はい、村上亮選手も反撃、長谷記者も反撃ということでございます。ぜひ皆様ご参考にしていただければと思いますさあそれでは参りましょう、はい、困った時の長谷田の実、穴の匂いをね毎回かき分けていただけていただいているんですけども、まあ、昨日はね、まあ、冒頭でも話しましたが あれだけありました。これがあったら当たってません。あれは当たりません。はい、あれは当てられません。いや、なかなかね、はい、まあ、モーター相場もあれだし、うん、ちょっと今日もね、はい、難しいレースも多いし、波乱含みのレースもあるんだけど、はい、ちょっとここをね、狙ってみたんですけどね。なるほど。それでは続いてのフリップ、ご覧いただきましょう。さあ、第8レースなんですが、長谷さん、はい、なんかめっちゃこう、フリップがカラフルすぎて眩しいですけど。カラフルっていうか何ですか、この入りきらないぐらい目がいっぱいですね。ぎゅうぎゅうですね。いやもうこれをね、フリップを作っている方にね、もう申し訳ないけど、なんかもうこのなんかマグネットが足るのかなと思うぐらい方法出てますね。ギリギリ入ってますね。なんかまとめられない方法ないのかな、ちょっとなんか見栄え的にね、うん、はい、点数少なく見えないのかなと思うんです。すいません、ちょっと目多いですね。いや、でも長谷さんのね、どこかで引っ掛けたいっていう気持ちが伝わってくるような。まずこれ多分、本命フォーカスを言うとでもね、はい、本命フォーカスは印のね、はい、20-0を折り返してからの、まあ、印マーティア選手の8点なんですよね。はい、まあ、これ、ここはね、大場選手、中山選手、はい、この選手が A 級でね、勝ってるんですよね、はい、うん、でも新入も枠になると思います、はい、大場選手前傾はねちょっとこれ良くないなって言ってたんですけど、はいはい、まあ、ペラ調整してなんとか普通になったかなとは言ってましたね、はい、例えばね、太田選手が、まあ、昨日セット交換はしたんですけど、はい、転覆しましたね、うん、やはりこれエンジンにパワーがないからだと思います、はい、まあ、転覆の影響も大いに気になるところですね、はい、というのは前節もこの51号機最終日転覆してるんでね、そうですね、2節連続の転覆っていうのはちょっと心配ですね、うん、で4号艇中山選手が、まあ、これ引退かと思うんですけど、はい、中山選手がスタート早いんでね、はい、彼が仕掛けていけば、うん、外枠にいる女子レーサーがね、はい、モーター気配がいいんでね、はい、まあ、1-4-4-1の争いに5と6を絡めたのが本命フォーカスなんですけどね、はい、なるほど。さあそれでは早速狙い目参りましょう。安井さん、はい、もうなんかいい子ですね。20期でね、はい、笑顔が弾けてましたね。そうですね。いやいや、まあ、今月はねフライング休み明けですけどね、はい、昨日初日はねスタートはコンマ1号と11、はい、どっちもトップスタートを決めてました、はい、その辺はねスタートしっかりいけてるんでね、はい、評価したいですね、うん、まあ、昨日は2着4着、はい、本当はまあ後半もね3番って走ったんで2着3着とかだったんで道中抜かれちゃったんですよね。そうですね。でもこれね、はい、大村の34号機、はい、ね、49号機、はい、あるじゃないですか、はい、あの2機に次ぐモーターはこの安井選手のこれ59だろうと思ってるんですよ。なるほど。最近この賞ね良くなってるモーター、はい、昨日もね、はい、たまりこれいいんですよって言ってたんでね、うん、たんまりがいいなら、はい、誰か内側の人が、ね、引っ張っていってくれたら、はい、展開つける、はい、展開をつける、まあ、引っ張っていくのは中山選手だ、はい、スタート早いんでね、はい、でそこで、まあ、大場選手が抵抗してくれたら、はい、安井選手がズコンと枕出し入るのがこれ狙いまず出したんですよ。5から1、4、6、3、うん、はい、でもねちょっとね4と5と6、4がまず行った時っていうのは、はい、最初の僕の第一声は日頃のボックスを買いたいなと思って、はい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 、まずね外が行った時があるから、うん、はい、というのもあって、まあ、ちょっともう何点かちょっと多いのがなんかあのごちゃ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 出してね、出してね、なんか出してあげたんですけどね、はい、うん、いやでもね本当中山選手次第で回り足がいい安井選手がこう絡んで外枠で宇野選手もね、はい、レース前からね出てきてくれたらね、はい、いいとこあるのかなと思ってね、うん、まあ名前は安井ですけどね、これはクレアは配当高いでしょうね。あ、そういうオチ、まあ安井選手が高い配当を持ってくるという、まあ、あんまりそう振り返るのが恥ずかしいんだよね。いやいや、そうきたかと思ってですね。でもこれモーターでの狙いです、安井選手は、はい、モーターでの狙いでもなおかつ中山選手が行ってくれるであろうという狙いです、ね、はい、いや、長谷さんの話を聞くと本当ね、その通りになるんじゃないかと、いつもそうでしょ、なんか洗脳されてるような感じが
しちゃってですね、もう僕もいつもね、はい、来ると思ってるんですよ本当毎回、はい、このね店頭でのこうなんか商品販売とか長谷さん向いてそうですよね。いや売上ナンバーワンとかなりますかね。ね、本当ね、まあね、じゃらの話もしてしまったんですが、でも本当ここはね、はい、まあ引退過度なんだろうね、はい、まあ大場さんがすんなりいけば、まあ、最初のフォーカスの方買い目の方ですけど、はい、中瀬一にバチコーンって言ってくれたらね、はい、外の連動面白いなと思って出しました。はい、さあということで今日の困った時の長谷田のみは第8レース挙げていただきました。買い目でないね、買い目の点数じゃダメそうですね、まあざっとこんな感じで挙げていただきましたので、ぜひあとは皆様が取捨選択していただいてこれ見てください、入ってないのはあれですよ、はい、黒と赤が入ってないね、これそうですね、うん、まあ大体こんな感じです、うん、ぜひ皆様ご参考にしていただければと思います。はい、ということで5日間シリーズの今日2日目でございます。予選道中どうなるのか、ぜひ皆様にも最終レースまでお楽しみいただければと思います。ということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷記者でした。どうもありがとうございました。